私飛行機にいっぱい乗ってますけど、まああんまりね飛行機に乗りたくないなというふうに思ってです。まあ航空会社の方はこれ聞いたら申し訳ないなという気もするんですけど、飛行機って早すぎて瞬間移動って感じがするからね、なんかちょっとなーと思うんですよね。まあそうじゃなくて、その沿線のね景色とかもこう楽しみながら行く方が私の性には合ってます。まああの飛行機もあのエアライン特有のサービスが面白い、それはそれいいんですが、で、今回ここにあのぐちゃぐちゃの地図を書いてありますけれども、これはですね、東京から、ヨーロッパロンドンまで行くための、行程がここに示されています。で、私があのこの間2018年の夏にですね、東京からあのロンドンまで鉄道の旅というのをやりましたんで、それをあの皆さんにご覧に入れれば、まあどうやって行くかっていうのはわかるはずなんですけども、まあしかし残念ながら、当時辿ることができたその行程は、現在ではもうおそらく当面の間かなり長い間、私たちの利用できるようなことにはならないだろうと思われます。なんでそんなことになるかと言いますと、ここ東京ですね。で、東京、ここ大阪です。で、米子がここにあります。鳥取県の、米子ね。ここからちょっと行ったところにある境港というところから、船に乗って、韓国を経由して、ロシアのウラジオストックまで行く、航路がありまして、これが日本で現在最後に残っている、日本とロシアを結ぶ航路だったんですけれども、これがこの間韓国でね、徴用工じゃなくてなんかあの問題あったじゃないですか。何の問題か忘れちゃった。ありましたよね。問題になったやつ。で、それでもう韓国の人が日本に全く遊びに来なくなりましたんで、この航路も維持するのが困難だということで、まあ事実上ですね、今休止ということなんですけども、朝日新聞だか毎日新聞だかの記事によりますと、もうこれが、運航会社が人員の大幅な整理をしていることから、まあおそらくもうこの船は運航されないのではないかという、見方は、まあ私自身はしております。で、そうなりますと、この鳥取から、ロシア、ウラジオストックまで渡りまして、そこからですね、シベリア鉄道の本線に乗って、ずーっとこう、たどる6泊7日の、ロシアの有名なロシアン号という列車に乗って、モスクワを直行するということは、できなくなっております。まあ、しかし他にも面白い道のりはいくつかありますので、皆さんに、じゃあ他にはどうやったら、ロシアをこう、ぐるっと抜けてモスクワまで飛行機を使わずに行けるのかということをね、皆さんに紹介したいと思います。まあ、私まず根本的に、よくね、紹介されているのとして、東京成田から飛行機に乗ってウラジオストックまで行って、そこからシベリア鉄道に乗ってっていう工程が、よく紹介されてるんですけど、私はね、それ好きじゃない。まあ、時間が限られてたらそうする必要もあると思うんですけど、いやなんか飛行機でウラジオストック行くんだったら飛行機でモスクワとかね、飛行機でロンドン行きゃいいんじゃないかって気がね、どうしてもしてしまうんですね。まあ、個人的な感想です。だから、じゃあどうやって行くのか。まず、西から行くルートが現状2つ残っております。で、北から行くルートが1つあります。これはカラフト経由ですが、ちょっとこっちはね、難しいんで後回して、まず、東京から、東海道山陽新幹線に乗りまして、博多まで向かいます。で、博多から、韓国に渡ります。JR 九州の運航している、ビートルっていう船がいいと思いますけど、まあ、それに乗って、韓国の南の町、釜山まで行きます。まあ、他にもね、下関から関風フェリーとかいろいろありまして、博多から夜行の船もあるから、まあ、例えば夜行列車で、サンライズで岡山から乗り換えて博多行って、そこから夜行のフェリーにもう一回乗って、釜山に行くとかいうこともできると思いますね。で、釜山から、韓国の国内は、まあ、新幹線が通ってるから、それで行くのがいいんじゃないですか。KTX っていうのはあります。フランスの TGV みたいなやつでね。それに乗って、ソウルまで。一回、釜山ソウル間乗りましたけど、東海道新幹線の東京新大阪間と同じような感じでしたね。値段も安くてね、すぐ着きました。2時間ぐらい。で、ソウルからは、そこから、韓国は一応ユーラシア大陸ですんで、そのまんま、まあ、陸ではですね、パリまでずっと繋がってるわけですけども、まあ、残念ながら、北朝鮮がありますので、北朝鮮までは、陸続きとはいえ、行くことができませんから、そこは、もう一度海を渡らなければいけません。で、ソウルから、大連までですね、船が出ておりますんで、まず、ここでもう一度、大連で、飛龍っていう船があるんですけども、それで大連まで渡ります。ちなみに、飛龍21年、もともと沖縄と東京の間だったかな、で、運航してた船だそうですけども、日本で一番長い航路でありました、東京、沖縄間の航路が廃止になった後、なんかここで、中国の船会社に言われて、中国と韓国の間でやってるらしいです。あと、この DBS クルーズもフェリー有明って言ったかな、これももともと日本の船でして、まあ、結構もともと日本で活躍していた船は使ってるみたいですね。で、大連といえば、まあ、戦争する前にですね、戦争中もそうですか、日本人が多く、入植していったようなところでして、ここから南満州鉄道が伸びていたようなところでもあったわけです。まあ、満州鉄道の、この大連から行ってですね、ハルビンというところまで途中、長春、当時新京って言ったかな、なルートがありましたけども、まあ、現在では、
ハルビンを漢字で書くと、まあ、ハルビンの葉ってのは濃いじゃないですけど、ハルビンと大連間取りまして、波大線、中国の東北部では重要な、線路だそうです。もちろん私乗ったことないですけど、で、これが在来線。で、何年か前にここに新幹線もできましたんで、大連からハルビンまで中国の高速鉄道に乗っていくということもできます。まあ、運が良ければね、日本の E2 系新幹線みたいな、早い、どっか見たことあるやつだな、みたいなやつが来るかもしれない。ちょ、私そのことはあんま詳しくないんでね。で、まあ、在来線もね、急行とか特急とかまだ残ってるようでして、大連ハルビン間は、昔の、まあ、それこそ立東調査団がですね、こうやってこう来てる、ムーとかやってるような、線路を、どうも私が見た限りでは、急行とか特急とかに乗って移動することもできるようです。ちょっとね、そこまでの調べが困難でして、有志の方が作ってる時刻表を購入して、読めば多分わかると思うんですけど、ちょっとそれすぐ手に入ること難しいんで、それはちょっと、まあ、もし必要だったらば、まあ、ともかくこの間も普通に移動できます。元南満州鉄道のルート。で、ハルビンから、満州里というところがあるんですけども、ここはもうロシアとの本当国境のこう、際の際みたいなところにある大きな町でして、私も満州里には行ったことありませんが、ここまでは、中国です。で、そこに、貧州線というのがあるそうなんですけど、ハルビンの、ハルビンから、満州里までで貧州線というんですが、でそこまでまた、夜行列車で行って、大体、まあ、ここから結構まだありますよ。ハルビンまで一晩ですかね。大体それぐらいかかっていくような距離でございます。で、満州里から、は、そこからですね、乗り換えです。国際列車に乗り換え。ここまではずっと中国の国内線で移動してきましたけども、北京、首都の北京からやってくる北京発、モスクワ行きの19列車っていうのが、この満州里に来ますんで、この満州里からそれに乗り込めば、あとは、チタというところまで行って、シベリア鉄道の本線に合流し、ずっとこう走って行ってくれるということになります。で、まずこれが一つ。で、それからですね、他に、東京から出まして、大阪までまず新幹線かなんかで向かうと。で、大阪からすぐ船に乗ってしまうということができます。これ多分、私の知る限りではね、日本から出る国際航路っていうのは、まあ、今定期で運航してるのは、韓国に行くやつ以外だと、もうあと上海行きしかないんじゃないですか。上海航路っていうのはね、まだむしろ残ってるのすごいなと思うんですけど、2万円で行かれるらしいですよ。言うても、まあ、ちゃんと調べてませんけど。2万円とかでね、しっかり安い時期に狙えば乗れるそうでして、で、大阪から、瀬戸内海を通り、関門海峡を通って、そして、上海まで行くという、その上海航路の船に乗りまして、ついて上海からはですね、まあ、北京まで夜行列車とかも多分あると思うんですけど、高速鉄道が通ってますから、まあ、それによって、あと、寝台新幹線みたいなやつ、結構長距離ですけどね、わーっとここ行きまして、で、北京からは、北京発、モスクワ行きが2つ、選ぶことができるんですけども、このさっき言いました、この満州里の方面に行って、こうぐるっと回っていく19列車という列車と、それから3列車は、大変人気があるらしいんですけども、5泊6日だったかなの行程でして、北京からですね、一旦モンゴルに入ると。で、モンゴルの広い牧草地帯みたいなのを見たりとか、山の中を越えていて、お景色いいなというところを通って、中国、モンゴル、そして、もう一度、国境を越えて、ロシアというふうにですね、こう国境をこう越え進んでいくような、これ人気のある列車らしいですね。3列車というのがありまして、まあ、2つ選択肢がありますから、それに乗ってこう、こっちの方までずっと行くことができるということになっております。結構シベリア鉄道って長距離列車が多いんですけども、確か3列車には名前が付いてなかったんですが、この北京からこっちのこう満州里という方向に行くやつはね、特急ボストークっていう名前が付いてたかな、極東という名前が付いているそうでございます。で、基本的に、この2つだったらば、まあ、割と行きやすいのかなと思うんですけどね、この3列車と19列車の曜日限定の運行ですが、あとこの上海航路も多分運行曜日が決まってると思うんですけど、まあ、それ以外は割とね、こう好き勝手行っても多分大丈夫。運行本数も多いし、途中で南満州鉄道をね、こう、通ったりとか、中国の巨大な二都市を通って、さらにモンゴルも通ったりとか、これはなかなかね、観光として面白いルートかなと思います。まあ一方で、世界最長の、特急列車、最長の寝台特急であります、このロシア号に全部乗るということは、ちょっとできないんですね。ウラジオストックから乗るってことは。で、それからですね、まあ、もう一個、ロシア周りで、もう日本とロシアしか通らないと、韓国も中国も通りませんよというルートもあります。ありますが、ちょっとこれはね、夏の時期にしかできないと思われます。まず東京から函館まで、まあできたら青森ぐらいまでカシオペアで行きたいですよね。東北新幹線の早草まで行きまして、まあ、函館からさらに特急北斗に乗り次、札幌。で、札幌からさらにまた乗り換えて、スーパー宗谷で稚内に行くと。まあ、ここまでは別に日本国内の移動ですから、どうということはありませんが、北海道の、一番上のところ、こう、稚内に来ました。で、稚内からですね、
地白連絡船っていうんだと思うんですけど、あの稚内とそれから、コルサ国っていうのかな、あのかつての日本名ではあのオードマニという名前ですけれども、要するにサハリン、カラフトに渡る、連絡船があります。であるんですが、これは、もうすごい昔から、戦前から、まあ、それこそあの日本がね、カラフトを領有していた時から、存在していたものなんですけども、まあ、戦争が終わってからもですね、運航が続けられていましたけど、現在いよいよお客さんが少なくなってきたということで、稚内と大泊の間の連絡船はそれほどは運行されておらず、夏の間期間限定で走るだけだと。で、残念ながら2018年は運行があったんですが、2019年は、運行がありませんでした。で、今年の2020年もまあないと思うんですよね、こんな情勢ですから。まあ来年もしかしたらまたやるかもしれません。一応ね、ロシア側も日本側もあのやる気はあるみたいなんですが、まあ、なかなかお客さんに乗ってもらうのが難しいそうです。でここは要は夏のお客さんの多いような時期だけ運行される臨時航路でして、200キロぐらいあるのかな、あの稚内から、この大泊までの宗谷海峡なんで、まあこの間行けたらね、楽しいと思います。で、晴れてこう縦長の、カラフト、サハリンに渡るわけですけども、まあこれ一応あの、カラフトはあの、貴族未定地域ってことなんで、まああの、別に日本の名前で呼んでもあの、問題ないんじゃないかなと思うんですが、まあまあ事実上ロシアですよ。まあ普通にロシアだと思っていけばいいと思いますけど、日本はここ、あの、領有権を放棄しましたんでね。この大泊というところから、まああの、サハリン州の、一大拠点であります、ユジノ・サハリンスク、日本語名では豊原というところがあるんですが、豊原まで、現在ではあの完全にロシア鉄道になりまして、日本時代の名残もあまりありませんが、旧国鉄の敷設した、カラフト東線に乗りまして、カラフト東線かな、これで、豊原。で、この豊原からですね、サハリンというのは縦長の島なわけですけども、その西側、西海岸に抜けて、でそこから、ロシア の, あの本土までこう連絡船で渡るわけです。で、豊原から、モーカまではですね、マオからかモーカらか忘れたんで、こう東側に、これなんて名前の、今呼ばれてたんだったかな、ロシアで、ちょっと忘れましたけど、まあ、あのこれ有名ですよ、あのマオカ、モーカ、あの、栃木県のモーカ市の人が行ったんで、モーカって名前らしいんですけど、そこまでは、昔は、直接行くやつがあったらしいんですね、路線が。で、それはもうすごい景色が良くて、なんかこう上越線のあの、ループ橋あるじゃないですか。あの、ドワイ駅のあの周辺。なんかああいう感じでね、山をこう越えて、なんかロシアでここが一番景色がいいとされるような場所が、あって、まあこれ国鉄が建設したループ線ですけど、日本によって作られた線路があったんですが、まあ、残念ながら、あの、そこはもう、運行するのも大変だし、輸送量も確保できないしということで、別の本線が作られまして、でそこはまあ、あのさらにその なんとかループなんつったかな、あの 宝山トンネルみたいな、なんかそんな感じだったと思うんですけど、そのトンネルのところは、まあ、それでもまあ支線として使われるかなと思われましたが、地震で壊れてしまって、でそれから復旧させていないということで廃止になっちゃいました。まあ、今でも観光地として人気らしいんですが、まあ、そういうところがあるんで、それ行ければ素晴らしい景色を見ながらパッとあの反対側のね、モーカーまで行くことができたんですけど、まあ、残念ながらこの迂回されたですね、別のルート新線経由になるんですけど、あの貨物列車のためのルートだそうでして、旅客列車はあまり通されておらず、豊原からモーカーまで行くのは相当面倒だそうで、まあ、多分1日がかりの仕事になるでしょうね。直線距離はね30キロぐらいしかないんで、行こうと思えばバスでピャッと行ける距離なんですけどね。で、モーカーからはですね、ロシア本土まで連絡船になりますが、この連絡船がまた結構な長時間だそうで、まあほぼ丸一日というか、もう船の中で一泊二日みたいな、まあそんな感じになるようですね。20時間、24時間ぐらい乗ると。で、それで、晴れてロシア側、ワニノというところまで着きます。この連絡船は面白くてですね、日本でなかなか見ることができない鉄道連絡船。まあ日本でもなくなりましたね。あの、一応宮島に行くのに、あの JR 西日本宮島フェリーってのありますけども、あの昔の青函連絡船とかね、宇高連絡船とかそういう、バーンとこうタラップを下ろして、そこにこう貨物列車を積み込んで、貨車を、一緒に送ることができる車両構想をすることができる船ということです。まあ残念ながらあの旅客列車がこの船に積み込まれるということはないんですが、まあこれも青函連絡船みたいなものですよ。でその、船に積み込まれまして、ワニノというところまで行きます。でここからワニノというのは、あの、バム鉄道、バイカル・アムール鉄道というところのものが通っておりまして、ちょっとあんま路線図に自信がないんで適当ですけど、まあ、なんかこう、こんな感じで行くね、こういうあの路線図になってる。なんかこっからこうなんか列車乗り継いで行けば、またモスクワ方面も行けると思う。これ第二シベリア鉄道って言いまして、あの、この、
通っているこの線路はですね、死のバム鉄道とか当時は呼ばれたそうですけども、戦争終わった後、根拠不明で、シベリアに連れて行かれた日本兵さんたちがおられたわけですが、でその人たちが一生懸命作った、ような路線であります。で、この、バイカル・アムール鉄道、第二シベリア鉄道というやつに、乗ってもいいんですけど、実際には、これに乗っていく直通列車みたいなものはあまり用意されていないようで、メインルートはこっちだそうなんで、ここからですね、351列車という列車があるらしいんですが、それに乗ってハバロフスクまで、大体、丸1日24時間ぐらい、乗りますと、まあ、ここがロシア極東 の、 拠点の街になっております。で、ハバロフスクはですね、この南側からのウラジオストックより、特急ロシア号などロシア鉄道を代表する長距離列車がバンバンということじゃないけど、まあ、1日か2日に一遍来ますんで、このハバロフスクからその特急に乗って、あとはまあ大体、5泊かな、5泊6日ぐらいで、まあ、約所要時間1週間でモスクワに至ることができるというふうになっております。まあ、これで大体工程は皆さんに説明したんですけども、そうね、私は行くんだったらなんかカラフト周りとかすごいこう夢がありますよね。こっち行ってみたいなと思います。で、まあ、こう上海航路とかもね、なくなったらちょっと困るんで、まあ、こっち側のこの北京からのやつも行ってみたいなと思うし、南満州鉄道を使ってね、それでモスクワ方面まで行くので、宣伝の行き方じゃないですか。これも行ってみたいですね。全部ね、面白いなと思います。この DBS クルーズで行くやつも、これも、まあ、もしここが復活すれば、ウラジオストックからまたね、世界最長の特急で行くことができると。世界最長列車っていうのは、さらにモスクワからさらにどこだっけ、ウラジオストックから出て、モスクワも過ぎて、ベラルーシともう一個あって、ここにウクライナの首都、忘れちゃった、ありますね、ウクライナの首都のところまでですね、一本で行くような急行列車もあるそうですから、まあ、すごいなと思いますけど、まあ、大体、皆さんに紹介するのはこんなところかな。まあ、この稚内と大泊の間の連絡線がまた動くことがあるのかどうか、それが重要な点ですけどね。で、またサハリンとかね、このほとんど人がいないようなローカル線みたいなところに乗り着いたり、この連絡線もお客さんがすごい少ないそうです。もうめちゃくちゃ乗ってないらしいんで、まあ、鉄道輸送のために連絡線が残されると思うんですけど、そういう人が少なくて心細いようなところを通過していくっていうのは、まあ、なかなか大変なんじゃないかなと思いますが、まあ、面白そうです。安心して利用できるルートはやっぱこの大阪から上海航路行って新幹線で北京行って、で北京からこうずーっと乗っていくっていうやつですかね。まあ、これは割と所要時間もそんな長くないんじゃないですか。で、移動にも無駄がないし、景色も楽しめてお手軽でいいんじゃないかと思います。じゃあ最後にですね、最後、昔の人はどうやってモスクワとかヨーロッパ行ってるかっていうと、なんか昔はね、東京からローマまで行く飛行機でローマへ行くのが一番ヨーロッパ旅行では、まあ、コストパフォーマンスに優れていたらしいんですけども、まあ、ただすごい高いと20万ぐらいする。で、それに対してお金のない人たちはじゃあどうしてるかって言ったらば、まず東京から横浜まで行った後、横浜から船に乗ってこう仙台のところからこう行って津軽海峡を渡って、で、このウラジオストックのちょっと東にですね、なんつったかな、ナホトカというところがあったそうですね。これ多分1970年代、まあ、60年代に日ソ共同宣言して国境復活したかと思いますんで、まあ、6、70年代ぐらいの人たちは多分それ、もしくは80年代ぐらいもそうだったのかな、だったんじゃないかなと思うんですけど、ナホトカ航路というやつでナホトカに行きまして、当時ウラジオストックは一般の外国人に立ち入りすることができなかったんで、ナホトカから、このハバロフスクまでですね、列車に乗って移動。これがまあ一晩の夜行列車だったそうです。で、ハバロフスクから、空港に行って、ロシアの国内線に乗って、まあソ連か、ソ連国内線に乗って、モスクワまで行くと。で、モスクワからまた、国際列車かなんか乗るんですかね。で、それでヨーロッパに行くというのが、なんか安かったらしいですね。国内、社会主義国の、だからか、公共交通機関ってね、安いらしいですけど、という、便利な工程がありました。現在のシベリア鉄道に乗ってると、まあ、お客さん結構入れ替わりますね。観光客みたいな人が乗ってますけど、途中でやっぱこう見て楽しみたいみたいな人とか、まあ、それから単純に多分ハバロフスクからイルクーツクまでの2泊の利用とかですね、ウラジオストクからハバロフスクまでのこの区間の移動、まあ、これでも東京大阪よりちょっと離れてるかそのぐらいだったと思いますので、十分夜行列車で行く価値がありますから、まあ、それを国鉄、日本の昔の国鉄のような長距離列車直通のサービスの方が便利だということで、やってくれてるんじゃないかと思います。じゃあ、とりあえずこんなところでした。合計今のところ、4通りの行き方がありますが、右の2つは難しい、左は、まあ、行こうと思えば行けるという感じです。どうもありがとうございました。